はいどうもこんばんは、ラムナットです。というわけでスポンジボブの実況を続きやっていきましょう。前回新しいポセイドンのマップが解禁されたところで終わりました。このシリーズもいつまで続くか、最後までやりたいね。最後までやりましょう。サンディの釣り、あ、サンディのお家がここにある。サンディ、釣り道具が水漏れしてるよ。スポンジボブすごい顔してる。ロボットがガラスに穴を開けたのよ、スポンジボブ。あ、セクシーなサンディ。ロボットが押し寄せてきたわ。全部あなたのせいよ。いや、プランクトンのせいだ。準備はいいかな？いやいや、ちょっと待ってくれ。どういうことだい？嘘があるといいな。いけ！どこに？タルタルソース。おしゃれしい！僕に行ったり！痛い！俺の顔いつ治るんだろう？痛え。やばいぞ。俺の体力が。アルカジみたいに爽やかだ。俺。痛え。俺。よし、マシになったわ。これ、私が持ってるより、あなたにあげた方がいいわね。金のフライ返しっちゅうやつですな。ありがとう。あれ、サンディってこんなちっちゃいんだ。えらくでかい家に住んでらっしゃる。今多分ね、新品のスポンジになったみたいだ。そう、体力がねないもんね。戻るのか、ここにも入れません。じゃあ先進みましょう。さて次はシェイディーなんとか老人ホームだって。わお、マーメイドマンとフジツボボーイだ。僕にウォーターボールを打って打って打って。もうそういうのはやらないんだ。引退したんだよ。テレビの修理屋さんか。あ、マーメイドマン見たことあるぞ。また大興奮のスポンジ君だよ。そうか、テレビは直せないのか。マーメイドマン、殴ったら治るんじゃないか。あなたのテレビを直せたら最高に光栄です。よかった。おい、スポンジ君、本当に協力する気はあるか。うん、もちろんだよ。そう、いつだって俺はポジティブ。だがその熱意を少し冷ませ。熱くてかなわん。秘密基地でちょっとロボットの問題が飛ばしてしまった。本当に任せていいのか。いいだろう。もちろんです、フジツボボーイ。じゃあ、あのソファーから秘密基地に入れる。下で会おう。今日はプリンの日か。さすが老人ホーム、テレビ直してやろう。お、出た。どこに出たんだろう。あ、あんなところに。うん、これを取り返したからパトリックが喜ぶな。で、ソファーの下どこの下だろう。これかな。あ、秘密基地に入る。もちろん。おお、ハイテク老人ホーム。おい、えらいところ。秘密基地もロボットばっかりじゃない。さて今回は、あ、中に来てる。マーメイドマンにフジツボボーイよ。マーメイドマンを脅かすんじゃない。あまり心臓が良くないんだから。まあもういいところなんてないんだろうけど。ごめんなさいマーメイドマン。二人を見るといつも興奮しちゃって、その立派な姿を見ると正義感で体が震えちゃう。ほら見て、鳥肌の上に鳥肌が立って、そこにまた鳥肌が立って、その上に。わかったよ。いいから何が望みか言ってくれ。新しいサングラスが欲しいんだ。前のはパトリックが潰しちゃったから。突然のサングラス。そういう意味じゃない。だが君が来てくれてよかった。若く善良なスポンジ君。本当？本当かな。
秘密基地の警備システムが悪のロボット集団に乗っ取られたんじゃ。システムを止めて、ね、ロボットを止めてくれ。なんでこいつに任せるんだ。俺たちはスーパーヒーローだぞ。おじいちゃんだからね。今日は木曜日で病院の予約がいろいろ入っているからじゃよ。それは大事だ。ギョギョ忘れていた。ギョギョ富士壺なのに。ギョギョ隣の部屋の秘密基地コンピューターと話せばいいじゃろ。やることを教えてくれるぞ。なるほど。すごい責任だけど引き受けるよ。マーメイドマン、がっかりさせないから。恥をかかせるかもしれないけどがっかりはさせないから。2回言っときました。病院に行くぞ。さあ行け。さあ行ってこよう。隣の部屋に基地があるっちゅう。ただのスポン赤い四角を踏まないように。そんな簡単な。おい、お、これはエネルギービームには触らないように。止まったらだね。よし。おっと、あ、かっこいいのがいる。あれはスポンジで釣ってる。あ、爆発するってことね。え、めちゃ強じゃないか。メキシカンガンマン。さ、中ボスかな。おら、おら。あ、どんどん逃げてる。そして決して難しくもない。待て。なるほど。あ、これが秘密基地コンピューター。これかな。違うのかな。これもなんか使えるらしい。バブルボーリングでバドルホイールを回せる。バブルボーリングってどうやってやるんだっけ。これだ。全然回んねえな。こっちか。ん、お、こういうことね。もう一個向こうに回したら、パンツも手に入る。これもボーリングか。お、何これ。え、どういうこと。ん、なんだろう。ブーって言われちゃうんだけど。おお、なるほど。すごい機能。痛い。危ない危ない。あ、もうこんなところにあるじゃない。スポンジになったみたいだ。これで19個も。これも特に関係ないんだね。秘密基地。ヨボヨボのスーパーヒーロー。マーメイドマンとフジツボボーイの本拠地です。なるほど、おしゃれだ。イカルド、あえて嬉しいよ。イカルドがここに。しかも膝の前の方で感じる嬉しさだけじゃなくて、肘の裏で感じるような嬉しさだよ。何が起きたのか、きっと信じられないだろうね。うん、信じられない。ああ、もう年寄りコンビから話を聞いたよ。ジジイ二人に秘密基地のコンピューターで状況を確認するように言われたんだ。イカルドってこんな言い方だった。じゃがせっかく来たならお前にやらせてやろう。あそこだ。あそこだ。ここはなんてところだ。まったく頼むよ。ちょっと敷物を敷くくらいできないのか。それにこんなだだっ広い。あの年寄りコンビがどうやってここを作ったんじゃ。ああ、それは簡単だよ。こんなに声が変わる。エピソード27で秘密基地がバミューダのモンスターに襲われて、それでもういい。さあ、行ってこよう。あ、めちゃくちゃでかいな。ボーリング大会。こっちかな。よし、おっとっとっと。なるほど。これも電気がビリビリしちゃうけどみたいな。ここに関してはもうそのままスポンジボブに行っちゃって大丈夫かな。よし。お、なんか出た。ん、あ、先生、危ない危ない。なるほど、パトリックでいけと。そういうことですか。あ、
上にもなんかあるな。あれまた滑り台かな。物を投げられる人に任せたい仕事があるんやが。それはわしのことだね。投げるのは得意だから。投げフルーツを拾ってそれぞれのジョゴマシンに投げるだけじゃ。投げるフルーツを振る？違う、投げフルーツを投げるんじゃ。影フルーツを投げる？早く取り掛かった方がいいぞ。私は爆発しやすいたちでな。よく見たらビキニ。爆発するのはフルーツじゃ。あれ、この後病院行くって言ってなかったっけ。よーし、とりあえずここ行こうかな。ほい。おー、あ、この人知ってる。あの人だ。誰？水中音波のドップラーモジュレーターを動かす。これ一番上じゃない？もっと電力が必要なようだな。手伝ってくれるか。ここからイカレドの家が見えるよ。ズボンは履いてない。いや、履いてるとこ見たことないや。おい、いいか、そこにシリンダーが8本ある。何かを投げつけるとシリンダーが電源側に回転する。8本すべてのシリンダーを電源側に回せたらお礼をやろう。え、なんだって。簡単そうじゃん。イカルドを見てたよ。あそこのシリンダーを回転させるんだ。めちゃくちゃ簡単じゃないこれ。あれ、持ち物がすごくたくさんあるね。あ、なるほど。ん？ブーってなっちゃうのはなぜ？ほい。え？難しいな。これなんか順番があるってこと？ほい。これは？これ？こうでしょ。シリンダーの向きを、おお、なるほどね、全部内側に向けるんだ。よし、これでご褒美は。よくやった。そのパワーは何に使うの。お湯で足を温めるんだよ。え、それだけ。黄金のフライ返しを持っていき。ありがとう。やったやったやった。20個。4分の1。あ、これで帰ります。お、あ、ちょっと待って、上に上に、またあった。あ、取れた。じゃあ、もう一回こっち側行ってみようかな。ここね、こっちはまだクリアしてないからね。こっちね。なるほど。とっ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 と。え、めちゃくちゃ難しい。そして戻ってこないっていう。下まで落ちちゃったんだな。でもこれ多分ね、こうだよね。こう投げておいて、で、よっ、ほら、よし、これでいったんじゃない。おい、よーし、ごめん。あっちは一番簡単そうだからこっちかな。おい、あ、赤だと割れちゃうんだ。あ、なるほど、なんかあるんだね。行きましょう。よし、来た。さあ、これで2つ完了。あと1個だけ。いいな、なんかあの音色がちょうどいい。あとはこれまっすぐ行くだけで。お、なにこれ。あ、待って待って、全然余裕。よし、これで3つ完了した。さあ、
黄金の黄金のやったぞ。これでやっと寝られる。それはよかった。おお、出た出た。さて、じゃああとは、うん、向こう側か。ここはバブルボーリングじゃないといけないところ。ってことは多分ね、スポンジボブに変えといた方がいいんだろうな、これ。さあ、変わろう。なんかね、あの奥も行けそうだよね。キラキラ置いてあるもんね。さあ、ここで、ほいほい。朝のバブルほどいい匂いはない。調理の匂いだ。お、なにあれ。ああ、なるほど、こいつか。懐かしい。ここでサンディに変えられる。あれ、違う？ん？サンディには変わらない。あ、そう、ここはスポンジボブじゃないといけないところだ。やったぞ。お？ここは？うんふん。この上に行くためには？どうしたらいい。さあ、ちゅうわけでですね、今回の実況ここまでにしておこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回もやっていきましょう。